国内最大の指定暴力団、山口組をめぐる抗争の激化に警察が警戒を強めています。午前5時50分過ぎです。1台の黒いワゴン車が出ていきました。山口組のナンバー2、高山若頭が乗っているとみられます。今朝、国内最大の指定暴力団、山口組ナンバー2の高山清若頭が、刑期を終えておよそ5年ぶりに出所しました。恐喝罪で服役していた高山若頭を乗せた車は、東京府中刑務所を出て、午前7時ごろに品川駅に到着しました。高山若頭は、首にコルセットを巻いて杖をつきながらゆっくり歩き、組員らに囲まれながらホームに向かいました。山口組は現在、神戸山口組など3つに分裂していて、互いに対立が強まっています。高山若頭の出所によって抗争が激しくなる可能性があり、警察は警戒を強めています。